さあ、続きいきましょう。どうもこんばんは、一応です。おお、シュンシュン、シュンシュン、ゆっくりしていってくれ。久しぶりじゃねえか。はい。ドラゴンファンタジー2ですね。こちらやっていきます。しばらくちょっとね、収録っていうか、生配信か。できなくて、はい、放置しておりましたけども。はい、もうだいぶ忘れちゃったんだよね。ちょっと思い出しながらやっていく形になりますんでね。はい。いきます。続きね。何するんだっけ？ 何するんでしたっけかな？なんかいろいろ、そう、ロートの剣とかなんかこの辺取ってきたんだよね。うん、回転の証も取ったしってところで、だけどね、そう、お金かかるんだよ。なんか装備整えるのに。だからどうしようかなっていう感じなんだけど、お金3300円しかない。もうリアルなね、僕の財布の中身って感じなんだけど、とりあえずはどうすかな。誰も来んのかい。そう、誰も来ないんですよ。基本的に僕の配信誰も来ないからね。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと手綱で、あれだ、ドライブだな。多分ね、まだ、あれだと思うんだよね。手綱でないと、天狗じゃないといけないところあると思うんですけど、ちょっとまあ、その辺探してみる。地図見ながらとかね。おう、ヨッシーさん、どうもこんばんは。飲んでるのかな？いいですね。どこに行ったらいいのかな？ちょっと待ってね。地図見ても、いやー、どっかね、あったと思ったんだよね。キャッチャー誰使おうか。なになになに、シュンシュンなんかゲームやってんの？ゲーム。どうしようかな。まあ一応、各大陸見て回りますか？なんか山に囲まれてるところとかね、天狗じゃないと入れないような場所をちょっと探してみる。で、まあ中トロもいよいよ何エクスデス上行く形かな。いやーでもね、装備が全然整ってないから、まあ今回どうしようかな。装備を整える回にするか。 まあできればね、いけるんだったら無理して装備整えなくてもって感じはしますけど、あ、これかな？これが、あれだったかな？あ、オッケーオッケー。これ、前回動画でめちゃくちゃ探したんだよね。そう、前回だっけ？前々回だっけ？ちょっと忘れちゃったけど。あ、ヨーシーさんどうも。またいらしてくださいね。お酒の席ですからね。最近飲んでる？はい、昨日飲みました。はい。昨日というか今日というか朝の5時まで飲んでました。 これは違うな。まあ、特にないのかな。なんか山に囲まれてるところとか。なんかなさそうだね。まあ、ないならないでいいんだけど。行くか？じゃあ闇の世界に。焼き鳥食いに行こうやってか？食い逃げやろうか？食い逃げはいかんよ。ちゃんとお金払わないとね。飲食店みんな大変ですからね。お金はちゃんと払いましょう。どうしようかな。これ、北上していくか？特になさそうっすね。各大陸こうやって見てみると、天狗じゃないといけないみたいな。そんな場所はもうだいぶないんじゃないかな。どうなんですかね。なんかね、でもどっか見かけたんだよね。魔法しか使えないところとか。あれ？これは？これは？これなんだっけ？言ったっけか？よし。10万までならおごれる。あ、これ来たことない。なにこれ？
10万まで何をもらえる？じゃあ、はい、10万を持ってくれ。私は暗黒拳を極めんとする者を来たね。暗黒拳。この洞窟に最強の暗黒拳が眠っていると聞き訪れた。お前たちも剣を求めてここに来たのか？ならば知っておけ。この洞窟には勇者ロトが封印した伝説の魔物が眠っているとも聞く。お、ウェイじゃねえか。ウェイ、ゆっくりしててくれ。くれぐれも用心することだ。オッケー。暗黒拳が眠っている。わ、これまた、周りが見えないからさ、ちょっとこれ、やりにくいな。おー、ウェイ、嬉しいぜ、俺は。お前が来てくれて。誰も来ないからね。ずっともう、シュンシュンの、あれだよ、ワンマンディナーショーが続いてたからね。俺は嬉しいぜ。いいね、乱れ打ち。いいね。敵強くない？ちょっと。よーし。わ、すげえ、なんか、ステータス、だいぶ下げられたぞ。てか、強いね。なかなかに強いね。蛇の剣。これ効く？あ、一応効くは効くんだね。オッケーオッケー。さあ、なかなか、なかなか大変だな。強いよ、敵。オッケー。さっき、職質受けだってか？何やらかしたのよ。これ、ちょっとメンバー入れ替えてきたいな。どうせだったら、いやまあいいや、行くか。わー、こっち階段か。こっち階段ね。わー、これ、道がまた、分かれてるな。風車、オッケー。おう、トキさん、こんばんは。トキさんも来た、来たね。オッケー。うわ、いいね、いいね、いいね。なかなかあれだな、一体に集中して、こう、四連撃行くっていうのはなかなかないな。コンビニの袋に7缶ぐらいゴミ入れてたから怪しいってか？ゴミ入れて歩いてたから怪しいってこと？ちょっとよくわかりませんね。その状況がよくわからんな。つかめんな。オッケー、いた。オッケーオッケーオッケー。一体に4連撃。よし。あ、間違えた間違えた。いや、他のメンバーも鍛えたいけど、ちょっとこれ、ボス戦があるって思うと、やっぱこのメンバーで行かざるを得ない感じだよな。うん。ライブも6時間もコメントしてた。マジで？シュンシュン、お前誰のライブ行ってたんだよ。また女か？シュンシュンは女好きだからね。ジャノケン。ケイ。ジャノ剣強いんだよ。ユーナもういい加減ね、回復役別のやつにしたいんだよね。クリフとかやっぱり。よし。バーサク。マジか。バーサクか。あ、俺のライブか？ 6 時間もやってねえぞ。うん。ドラゴンボールの連携技の条件を解明してください。もやもやする。ゆくゆくにわかります。もう僕だいぶ収録進んでるんですけど、あるタイミングで気づくんですよ。あれ？これってもしかしてこういう条件じゃないとダメなんじゃないの？って気づく回がありますんでね。そこでちょっとそこまでね、ちょっとね、お待ちくださいといったところでございますけども、スーパーフェニックス、どうもこんばんは。源氏の鎧強いんだけど、明日ハロウィン？コスプレすんのかい？コスプレ。いいね。今ね、あれだよ、スナックに飲みに行くとどこもかしくも仮装やってるぞ。コスプレやってるぞ。
源氏のより強いんだけど、これ、リジェネついてるからな。これはこれでいいんですよね。特にこのエピサロって暗黒剣使うからね。ちょっとな。まあ、現状このままいきますか。王さんに聞けばわかる？お前の息子じゃねえかよ。王さん。よし。ああ、ウェイは通常勤務。なるほど。日曜日も仕事かい、ウェイは。大変だな。曜日関係なしか。仕事。オッケー。よしよしよし。いいぞ。やっぱロトの、ね、ロトの剣強い。ロトの剣強い。追撃が強いよね。うん。勤労感謝の日も勤労感謝しながら働いてる。そうか。働けることの幸せってありますよ。よし。全裸監督のコスプレ？月月火水木金金。なんだっけそれ？月月火水木金金。おお、やべ。結構食らう。ポイズンソード、これちょっと厄介だな。よし。乱れ打ち。乱れ打ち強いよ。でもこれ多分ね、ボス戦だと多分全く役立たないと思うんだよね、これ。ボス戦。ボス硬いからさ。しかもアルテマ、ソードを使うから、ちょっとって感じだよね。雑魚戦でしか使えないって感じがする。お、セーブポイントある。セーブポイントあるってことはボスが近いのか。でもちょっと待って、特になんもないな。バニーガールシュン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 、バニーガールやるのかい。ブリーフ1枚は逮捕されないよね。されはしないけど、されはしないでしょうね。まあ、でも職質はされるでしょう。ねえ、ブリーフ1枚なんで、全然もうあれだよね。コスプレじゃないもんね。石化にらみ、主人公が石化になってしまった。おう、バネちゃん、いらっしゃい。バネちゃんが来ましたね。よし。ハロウィン娘の家ついてていいですかのアブ。そんなのあるの？家ついてっていいですかの、ね、パロディのやつは好きだけどね。本家の家ついてっていいですかが僕結構好きだからね。あの番組。待って。なんか誰か毒なってるぞ。こっち行けるな。ちょっと待って。じゃあセーブしとくか。こっちから来たんだよね。ほほほいほほほいか。ほほほいほいかい。シュンシュン。テント9個使います。ちょっとまあ余裕まだありますけど。オッケー。よーし、セーブしときますか。記録。ここ。よし、行こう。月曜から夜更かしのスタッフとかいいんじゃねえってか。月曜から夜更かし見てねえな。だいぶワンパターン化されてきてさ、あんまり最近見てないよね。出てくるキャラクターも大体お決まりになっちゃって、あんま見てない最近は。よし。あ、間違えた。ユーラで殴っちゃったわ。石化はガード OK。ポイズンソード。兜割り。わあ、結構ガツガツ殴ってくるね、これね。よーし。ビンビンですかい。シュンシュンはビンビンかい。OK。OK、ナイスー。よし。いいね。なんか鼻水が垂れてくるんだけど。風邪ひいたかな？あれ？これ？
ルートがいっぱいありすぎてさ、ちょっとわ、うわわわわわ、いるいる、これ。いますよ。竜が。竜がいますよ。はい。ブルードラゴンかな、これ。ブルードラゴン。目の剣いく？目の剣。パープルドラゴン。よし。効くかな？うわー、ダメだ。やばい。これそうだよね。暗黒洞窟だからさ。暗黒剣のピサロは絶対相性悪いもんね。ミスったわー、これ。ミスったわー。グラビジャー。おーおーおー、持っていくね、貯める。ちょっと待って、ここはちょっと真面目に行きますよ。ね、真面目に行く。ここはちょっとふざけてる場合じゃねえぞ、ここ。ジハード、フレア、ジハード、聖戦。うわぁ、闇魔法界、これ。ダメだな。言うな、次行動できるか？アルテマソード。オッケー。ちょっとグラビジャ嫌だよね。おおおお。やるじゃねえか。やるじゃねえか、てめえ。よし。あんま効かねえな。あんま効かない。攻撃下がった。デバフ持ってくんのかよ、こいつ。厄介な相手だね、こいつは。いろいろやれるんだね。やっぱり時代は多様性ですか？多様性が問われますか、やっぱり。オッケー。ちょっと、自分回復しとこうか。ある程度、ソード打ちたいとこだけど。貯める。よーし。うわあ、やべえ。でも、おお、ごっそり持ってからだ。マジかよ。心霊台をついてくれ。心霊台ってどういうあれだったっけ、飛行だったっけ。主人公回復してやりたいけど、ユーナがまた行動できるから、アルテマソード。うーしゃ。追撃来い。来た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 。これ追撃バカにできないんだよな。結構バカにできない。主人公回復してやれ。なん、回復量下がってる。やっぱ魔力下げられたからなんかな。回復量が下がってんだよね。よーし。あれが白髪になるやつ、あれか。あれか。白髪とかしたか。あれ？あれ？これ満タンだよね。アルテマ行け、こら！いや、2454！ はい、OK。2454！ 来ましたよ。あの、ベジータの、なんか、あの、爆発波みたいな感じのね、やつだよね。OK。これ、ちょっと珍しくないですか？わ、あの、1回で倒しきれたっていうのは、バリアントナイフ。いいですね。伝説の6竜、残り2匹。オッケー、オッケー。バリアントナイフって、あれか？誰だったっけ？誰でしたっけ？ジタンとかあの辺かな？シュンシュン抜ける？まだいろ。シュンシュン。お前はまだいろ。オッケー。一回戻るか。一回戻って、セーブしてこよう。セーブ、セーブ。これか。もう一回テント張ってもいいよね、これ。ここはね、出し惜しみなしでアイテム使っていく。やっぱりアイテムとかはね、お金もそうだけど、使うときはもうガンガン使っていかないとさ、出し惜しみなしよ。あの、リアルな世界でもそうだけど、お金って、なんかこう、あ、ね、使えない人っているよね。なんていうのかな。ちょっとこう出ししぶるみたいな、それで結局大きな利益を逃してしまう的な、あのソシャゲでねとかでもそうですけど、あのまあ某スマホゲームだったらね、なんかあのガチャ回すための石を残しまくってガチャ
回せない人とかいますけど、いや、やっぱガンガン使ってた方がいいと思いますよね、ああいうのは。使いどころって言うんですか、そういうのをこう見極めるってのは大事ですわな、やっぱり。本当にロープレイやってれば本当にそう思いますね。アイテムもガンガン使えるときは使っとかないと、ダメだよね。お金もそうだしね。お金はもう死んだらあの世に持っていけないからさ。やっぱ使うときは使わないと。パーッと使わないと。よし。イケメン破裂しないなら差別だってか。そうか。よし。雲の十座とか。マグマの杖。ボスっているのかな。まあいるよな、多分な。おーおー、ままビビ狙われてる。狙われてるぜ。はい、オッケー。よし。エクスポーション。エクスポーション使うか？モデレーターにしてくれ。ダメです。ダメです。はい。基本的に僕はモデレーター採用しないかなってちょっと考えてます。結構ね、そういう、問い合わせっていうか来るんですよ。モデレーターやりましょうかみたいな。いや、うん。しばらくはモデレーター採用しないかなって考えてますね。はい。そこまでしなくてもっていう、所詮僕のチャンネル、そこまでしなくてもっていう、なんかそういう風に思ってますけど。よし。意外と奥深いな、この洞窟は。よし。オッケーオッケー。ピサロは大丈夫。まあ、自己回復できるから。オッケーオッケー。よし。俺が適任やで。もうね、押し売りしてくるね。まあ、チャンネル登録1000人いったらちょっと考えます。はい。だから、シュンシュンはですね、俺がチャンネル登録1000人到達するまで、見守っていてくれ。そして拡散頼む。うわー！いる、これ、もう。ピッコロ大魔王の手下のやつ、これ。何者だ、お前たちは。我が名はバラモス。かつて勇者ロトの手によってこの洞窟に封印されし大魔王だ。お前たちまさかこのバラモス様を倒そうなどと考えてはおるまいな。ピアノさんだよね、ピアノさん。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえる者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬようその腹渡を喰らい尽くしてくれるわ。オッケー。所詮こいつかませ犬でしょ、これ。ねえ。ピッコロ大魔王の間もんね。ちょっと待って。暗黒剣こいつ効くかな？一発目の剣打ってみるけど。あ、効く。効くのな？オッケー。アルテマソード。盛り上げるよってか。でもまあ、とりあえずは、モデレーターは採用まだしない。メテオかよ、これ嫌なんだよね。とりあえずビビ。ビビだビビ。主人公よりもまずビビを生かそうぜ。ビビやってのこのパーティーだからね。うん。俺が63人連れてくる。ほんとかよ。ほんとかよ、お前。じゃあ63人連れてきたら、モデレーターちょっと、はい。やらせてみようかな、シュンシュンに。オッケー。どうしようかな。召喚とか行ってみる。竜王、召喚竜王行ってみるか。やばい、激しい炎。くそ、暗黒剣。よし。小室さん試験に落ちたの。いや、まだわかんないって感じだよね。まだわかんない。まだわかんないけど、どう？巷の噂ではなんだっけ？
宮内庁がなんか圧力かけるんじゃないか的な話も出てますよね。本当か嘘か分からんけどね。OK。OK 倒した。弱い。確定や。確定じゃねえぞ。63人連れてきたら、だぞこれ。OK。守りやつけた。よし。お、あるじゃない。魔界の剣。はい。魔界騎士になれるぞ、これで。魔界騎士だ。ピサロでいいの。つえーこれ。めちゃくちゃつえー。なんだこれは。これでピサロも魔界騎士になった。おお、なになになに。よくもわしを殺してくれたな。このままでは済まさぬぞ。お前たちも死者となってその罪を償うがいい。うわぁ。二連戦かい、これ。バラモスゾンビか。おい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 、嘘だろ、ずるくない。いや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 、フェニオアと6か。しかもこの曲あれじゃないか、なんだっけ、ルドラの秘宝。ちょっと待って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 、待って、まずここあれだな、ね、世界樹の雫打っちゃおう。よし、小室哲哉ではない。なんでなんでなんで、は、うわー、お金持ってかれた。そして魔界の剣は取り上げられた。これなんで俺のモデレーターになってくれ。なんでお前のモデレーターにならなきゃいけねえんだよ。ちょっと待って、あ、そっか、ゾンビなっちゃったんだ。そうか、そっか、ゾンビ状態になったから回復だから、一回ゾンビ解除して世界中の雫打たなきゃダメだった。うわー、これ世界中の雫も使い切っちゃったし、これマジかー。もう一回行かないとな。いや、テレポで帰ろうか悩んだんだけど、多分あれテレポ使えねえんだな。ね、ちょっと待って、ゾンビはさ、なんだっけ、十字架か。ちょっと十字架10個ぐらい買っていこう。金の針はやな。万能薬ほとんどの状態。ああ、乙女のキスはいらないな。アモールの水。毒消しそう。どうしたもんかね。ちょっとクリフトってさ、どのぐらい育ってたっけ？クリフト。クリフトさん。回復をさ、ちょっとどのぐらいできるか。レイズは覚えたか。こいつ全体回復覚えねえかな。まだでもベホマ覚えてないっすもんね、こいつ。どうしよう。まあ、連れて行く。じゃあ、連れて行ってもいいんだけど。いや、やっぱ、まあ、しばらく言うなだな。グロエッグ買いたいね。グロエッグ買ってさ、クリフトにつけてやってレベル上げたいな。じゃあ、とりあえず、なんだっけ、十字架？十字架買った。これでゾンビを直す。あとは、あれだ。どこだったっけ？雫取りに行くわ、雫。天空城。天空城でなかったっけか、雫もらえるの。確か。ちょっと天空城行ってきますわ。よし。あ、違う。こっちじゃない。いや、でも2連戦が来るって分かってりゃ、ちょっと準備できるからね。あれ、こいつだったか？違う、こいつじゃねえな。こいつじゃない。こっちだ。こっちかな？
これだ、これだ、これだ、これだ。よし。よし、オッケー。ちょっともう一回行くか、じゃあ。もう一回だ。いやー。くそー、なかなか。一筋縄ではいかんよなー。ここだ。天雨の雫。あ、雫じゃない。天雨の手綱。雫じゃない。あれ、場所がいまいち覚えてないんですよね。場所。場所、どこだったっけ。いや、でもさ、あの暗黒の剣だっけ、なんだっけ。魔界の剣だ。ま、暗黒の剣じゃねえや。魔界の剣。あれ、めちゃくちゃ強いね。攻撃力跳ね上がったよね。もうピサロのための装備って言っても過言じゃないわ、あれ。しかも魔力も上がるからさ。あれ、ここじゃねえな。魔力も上がるから、あれはね、もうピサロのための、もう本当に、殴れるし魔法も使えるっていう、ピサロのための剣。これだ。よし。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。降りたい、降りたい。オッケー。じゃあもう一回行くぞ。もう一回行きます。おー、こいつらはそんな強くないでしょ。はい、行きます。